ありがとうございました。これ噂の小室旋風じゃないですか。はい、噂の小室旋風です。はい、これバージョンちょっと違いますよね。そうです、ちょっと変えましたね、ちょっと急遽このお店の雰囲気がちょっとアンニュイな、こうなんていうの、アンニュイっていうんですかね、我が家みたいな、ちょっとお家っぽい感じ、お家っぽい感じなので、ちょっとまったりとした感じでやってみました。小室旋風あれですね、はい、自己紹介ソングなんですね。そうなんです、うん、あ、伝わりましたか、うん、まあ、でも分かったことは、あの歯茎出るっていうのが骨骨ロックっていうそう、はい、そこでいいのかなっていう、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。そこ一押しのポイントですか。一押しポイントです、うん、やっぱり笑って歯茎が出るっていうのは、うん、多分名古屋では多分私か、うん、あと久本さんの妹さん、はい、ね、はい、よく番組やられてます、やられますね、その2人ぐらいかなと思って、二大巨頭だと、はい、いきます、はい、狭いマーケットを狙いましたね、はい、そうなんです隙間狙ってきますから、はい、はい、でもそんな感じで自己紹介、はい、うん、でもこれだけなんか言われたら名前すぐ分かりますよね、うん、そうですよ、うん、結構あの皆さんにも、うん、反響があるんですよ。反響があるの。どんな、前回の、うん、あのセントラル TV を見ていただいた、はいはい、うん、なんかね、世の中のクリエイティブな、クリエイティブな職業の、 ね、はい、ね、人たちから、うん、この夏いいね、おー面白いね、そう、私なんかこの前、うん、あの仕事場に行ったら小室旋風を口ずさんでるスタッフがいました。すごい、はあ、びっくりした。めっちゃ聞いてるじゃないですか、うん、あ、それ小室旋風だって思わず言ったらあ、あ、出ちゃってたみたいな感じで、完璧狙ってるわ、うん、でもやっぱ見ててくれたみたいで、私たちのそのセントラルデビューを、それがすごく嬉しくて、あ、結構あの旋風が、うん、巻き起こってる、うん、来てるわと思って、うんうんうん、またまあこれやるしかないねってまた力をもらってますね、うん、そうなんですよ。これが、まあ、1曲目に作った、そうです、そうです、曲ですね、はい、うん、そういうことない。今レパートリーは、レパートリーはあともう何曲かあるんですけど、うんうんうん、まあ、今日はまあ、まあ、今日は今日のこの日のために、うん、はい、また1曲作った。あ、そうなんですか、はい、そんな贅沢な、はい、え、これじゃあの初放送ですか。初です、初です。あら、どうしましょう。多分この夏ね、次何来るかなと思ってる皆さんいると思うんで、うん、その思いに応えました。そうね、うん、キャラが分かんない。答えたわよ、答えたわよ、みんな、そうよ、みんなの行くわよ、うん、うん、あのすいません、終始迷子な感じで行くと思います、はい、いいね、この雰囲気がね、まったりだね、ね、なんかこうパッツリね、うん、歌番組風にしよっかなと思ったら、うん、どうもいかない、どうもいかない、うん、雰囲気的に、雰囲気的にね、うん、すいません、枝豆もらっていいのんびりそんな感じだよね、相当のんびり、はい、ちょっと、ね、つまみもあってね、あってね、なんかちょっとこう、ね、ちょっとビールだけじゃね、うん、飲みつつね、うん、いやいやいや、でも初ですよ、うん、横道主役じゃないですけどアルコールが出てきてるの。おー、ほんと、うん、やっぱ小室といえばビールですから、ね、ビールですよ。なるほど、分かってらっしゃる、うん、じゃあ、うん、ビールの CM なるような曲、うんうん、作りません。いいですよ、うん、おっと軽いノリでいいですよ、出ちゃった、いいですよね、ほら、うん、せっかくイメージつきそうだったらね、いいよ、うん、はい、あ、なんか出ちゃう、おビール、おビール、あ、イエーイ、あ、イエーイ、喉越しが、喉越しが最高だ、最高だ、おビール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 。ビール。ありがとうございました。すごい。はい、残る耳にでしょ。多分ね、これからビール飲む人は、あ、ビール。あ、ビールって言いながら多分ね、うん、ちょっと乗りたくなって、ただ、うん、なっちゃんはあ、ビールだったんだけど、こむ、うん、ちゃんがおビールって言ってて。すごい丁寧な小料理屋さんみたいになってて
おビールお持ちしましたっていう言ってた。おビールだった。おビールとアビールのなんかこのハーモニー。ハーモニー。言いたくなる。そう、合ってるようで合ってないけど、なんか全体的に見たらなんとなくまとまってるみたいな。でなんとなくそのね、うん、CM っぽい数十秒が、はい、ねこれ。ぜひ。やがったんじゃないでしょうか。もうあのすぐ降ってくるのよね、私たち。そう。メロディーも、はい、天才肌です。あ、メロディーは空から。空から今。君臨する。詩は小室から。詩は今小室から。小室発信でやってもらいましたけど。なっちゃんがギターで。ちょうどあったね。すごい。あの普段の曲作りもこんな風ですか？普段も結構、うん、あの、うん、勝手にメロディーラインを作って、うん、雰囲気で歌うっていう。歌詞もなんかまあ。ね、適当って言ったらあれですけど、まあ、うん、もう思いついたのかなって、うん、へー。じゃあ海の苦しみとかは別に今のところまだないですね。うん、やっぱ楽しい、やりたいっていうところから始まってるんで、うん、この夏は。そうですね、もうその時の気持ちを歌詞にする。アーティスト、アーティスト的な、うん、的な。本当でもアーティストだなって今ちょっと本当にアーティストなんだって知らなかったでしょ、はい、だから言ったじゃん、うん、さっきも言ってたじゃん、うん、結構コツコツちゃんとやってるんだって。そうだね、で、うん、それが咲くのが2013年だから。そう、12年だよ。じゃあ12年だっけ、うん、あと3年後だもん。そう、3年後、そう、うん、2012年、うん、そう、ね、こういうところからねコツコツやって、そう、うん、2012年ではあれですよ、うん、ドームツアーとかですよ。すぐ声に出しちゃった、ね、すぐ本気にしちゃうんだって今すごい膨らんじゃってドームっていうの今あるいねーって多分やっちゃうそれはもう私たちのカラオケではね、うん、常に定番で、そうそう、いつももうシミュレーションはもうバッチシだから、うん、あ、じゃあもうドームの体作りも心の準備もできてる、うん、もちろん、うん、おー、じゃあいつ行っても大丈夫。大丈夫です、うん、私毎日反復横跳びしてますから。うん、ドームに耐うる体力、やっぱ切れじゃん、やっぱり切れじゃん。ドーム横移動、反復横跳びじゃなくていいと思うよ。今日さっき反復横跳び気になったね、うん、強いところがなんかあったね、うん、何って思ったよ反復横跳び。そう、そっか、いろいろ出ますね、この夏の中身は。そうだよ、だからもうね、もう無茶振りしてもうちは大丈夫だもん、うん、ただ本当にさっき無茶振りしてごめんねって思ってたんだけど出てきたからでしょ、歌がでしょ、何でもできるんだって、うん、何でも言って。今日もしあの歌に限らず、うん、なんか見たいわ、この夏でこういうの見たいわっていうのがあったら言って、うんうん、うちはすぐできるから見たいの、うん、なんかこうね、お二人アーティストなんで、うん、私申し訳ないんですけど、うん、やっぱこうアーティストって MC 面白くないとダメじゃないですか。もちろん、ね、もちろん、ね、でドームツアーやってる中で、はいはい、何曲披露しました、はい、うん、そこでお客さんにちょっとこう、まあ、クールダウン提供するためになんかやろうと思ったら何します？うーん、コントかな。え？